こんにちは、サトチンです。こんにちは、サトチンです。今回開封するのはこちら。数々のぐでたまシリーズを開けてきましたが、今回はぐでたまの消しゴムとなっています。それでは早速開けていきましょう。ワンボックス8個入りで、全部で8種類です。それでは開けていきます。箱の中身はこんな感じになってて、何が出るのかわかりません。種類は1番双子、2番ネム、3番ビヨーン、4番ゆで、そして裏側に行って5番安定、6番知見、7番積載、8番が寿司となっています。1つ目、ぐーでたまたま、ぐーでたまたま、中には紙ですね。と、おー、寿司が出ました。かわいい。ぐーでたまたま、ぐーでたまたま。2個目、はデレッセッセデン、7番の積載。綺麗な卵焼きになってます。久しく卵焼き食べてないですね。うわ、美味しそう。ぐでたま、あ、真ん中はプリケツになってます。で、逆がやると真ん中だけ顔が出て、下と上はプリケツです。3個目、ぐーでーたまたま、何が出るかな。じゃーん。お、はい、3つ目はこちらですね。危険、6番の危険が出ました。まあ、何が危険かというと、こう刺してみて、落ちそう、危険っていう意味ですね。で、鉛筆を刺せばこんな感じになります。おー、なんかマッチ棒みたい。4つ目、ぐーでーたまたま、何が出るかな。デレッセッセデン、これは5番の安定ですね。はい、ぐでたまはこんな感じとなっています。お尻で刺します。おー、安定、めちゃくちゃ、お、綺麗に乗ってる。かわいいぐでたま。で、鉛筆に刺すとこんな感じ。鉛筆に刺してたら、だいぶ重いですね。書きづらくなってしまうと思います。5個目、ぐーでーたまたま、てらつてつてつ、お、割れてる。はい、取り出すとこんな感じです。ゆで卵ですね。まあ、大きさ的には、うずらの卵。で、これをパカって割ると、ぐでたま、黄身を取り出すこともできます。かわいいな、これ。6個目、ぐーでーたまたま、何が出るかな。てれつてつてつ、おー、はい、袋から開けるとこんな感じ。これ単体でも使えますね。ビヨーンって伸びてる。あ、これ手で伸ばしてるのか。かわいいね。で、これ卵の殻。はい、このヨッシーの卵みたいなやつ、こう、コンコンってやって、パカッ。ぐで玉。続いては7個目。何が出るかな？ぐーでーたまたま。じゃん、お、かぶったと思いきや、こちらはネムですね。中身のぐでたまはこんな感じです。小さなプリケツからのネム。で、こちらも卵の中に入れることができます。卵からのパカ。さあ、最後です。8個目。残り持っていないのが双子ですね。てれつてつててん。最後は1番の双子が出ました。これでコンプリートです。かわいいね、この顔。双子の黄身ってたまーにありますもんね。こんな感じなんだね。で、卵を閉じて、パカッ。双子。はい、いかがだったでしょうか。消しゴムなのでプラスチックとはまた違う、なかなか可愛いアイテムとなっています。気になる方は買ってみてはいかがでしょうか。とても可愛くて素敵です。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。さよなら。ぐーでーたまたま、ぐーでーたまたま、たまたまたま、ぐでたまー。